戻ってきました。ミュートしております。ブイーン、ポイン。よし、ちゃんとシミュレーションしながら行こう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。めっちゃいるやん。押すのかも。押すの早いな。リアクターに1。ここに1。いないの。ちょ、むずいな。ちょ、殺さないで。殺せちゃダメだよ。殺せば申請しないぞ。これは無理だな。いないのか。ちょ、ここ殺せねえな。ミユミさん殺したかったけど、いや、これは殺してたら終わってた。これは確実に殺してたら終わってた。シュピシュ。押すわ。押すわ。あーあーあー、死んでる。ユイさんか。なるほど。ユイさんはね、ユイさん左下。あ、うわ。エラーってないよ。下っぽいな。チャウは俺エレクトリカルから今上がってきてそのままやったんだぞ。エレクトリカルですれ違った人3人いたよね。その後エレクトリカルに3人も中に入って作業してるのになんで今押すんだよ。なんでだよ、関係ねえだろ。怪しまれてる。奥まったところで作業してる。ユイさんと最後に会った人は誰ですかね。ほとんど見てないな俺はね。最初メットメットメジャーにカフェテリアでゴミ捨ててウェポンでダウンロードした後カフェテレに戻ってきた時にユイさんがカフェテレのボタンの前でボタン押すのかなみたいな、早いなって思ったけどボタン押さなかったんだよね。で、アドミンに寄ったんだっけ。アドミンに寄ったか覚えてないけど、エレクトリカルで停電を誰と直したんだっけ。2人いたよね、俺と。あ、ザチキンいました。あ、そうか、ザチキンさんと2人で直して、その後エレクトリカルでちょっと作業をやって、外に出てカフェテリアでボタンを押した。ストレージから行ってカフェテリアに行った感じ。そうだよ、もちろん。アンドレット視点的には右回り、最初あのポンさんにずっとついて回ってて、停電の遅れくらいまで。死なないように見張ってようと思ったんだけど、で、O2 の助けてる間にあのポンさんがどっか行っちゃって停電も来たから、しょうがねえなと思って、普通に助けてたんで、死体があるとしたら多分左側が濃厚かな。左だと。リアクターにないよ。俺はなかったよ。死体はリアクターになかったよ。左にいる人はあと誰、はい、はい、ミヤビーです。ミヤビーは最初はドミンの方行って、その後カフェテリアの方行ったんですよ。で、その後カフェテリアに行くときに、ユイさんがカフェテリアの真ん中にボタンの前立ってるのを見てます。で、その後メッドベイでタッチだけして、で、アッパーエンジン、あ、その頃に停電起きたので、アッパーエンジン側からエレクトリカル行こうかなって思ったところで直ったので、セキュリティで配電をやってます。で、エレクトリカルに行きました。メドベーって聞いていなかったら、あ、聞いて聞いていい、はい、あと俺最終位メドベーなんだけど、メドベーにしたいなかったから、ミヤビーさんがメドベーで殺した線はないですよ。あ、助かります。なるほど、なるほどね。よかったじゃん、右側で殺したんでしょ。これ左側で殺したっていう話になってるな。だって今ザチケンさんボタン押しに来てたもんね。代わりにわしがやってやった。まあとにかくいろんな人に見られた方がいいかな、これは。ふぅ、もう殺していいな。
はい、八尾さんだったかな、エレクトリカルで死体発見しました。その時に宮尾さんも、まあ、停電直したんですけど、宮尾さんも後ろから来て、停電直したのに加わったのかな、多分。はい、後ろから来て、直そうとしたら、手荒沢さんが直されました。まあ、後ろから来たかは見えてなかったわ。宮尾さんが多分後ろから来たんだと俺は思ってたから、多分宮尾さん、白かったと思います。まさかそのタイミングで、そのタイミングで奥から来るとは思えないので、宮尾さんは白いと思います。大吉さんの動き行きたい。初手メッドベイ行って、そのパイさんがスキャンした後にスキャンしてます。それをトリナンさんが2回ぐらい見に来ています。うん、でその後、リアクターの上を直して、バンドレット、トリナン、誰かが、覚えゲーしてるの、あ、宮尾か、確か。覚えゲーしてるのを見てるので、私はそこは白いと思います。俺がライキさんの場所を聞いたのは、ライキさんが後から一番最後に覚えゲーやりに来たんで、ベンドと覚えゲーでやってる可能性があるかなと思った。覚えゲーはやった。ちょっと思っちゃった。はい、じゃあそのパイのターン。うん、最初ナビゲーション抜けて、ナビゲーションのタスクやり、あ、じゃあメドベーやった後ね、メドベーやった後ナビゲーションに抜けてタスクやりました。シールドストレージと通って給油をした、給油しながら停電直しに行こうとしたら、入り口入る寸前ぐらいで電気がつきました。ミヤビーさんのほぼ真後ろにつけた形で、エレクトリカルのタスクやりに奥行ったら、寺蔵さんの姿と、その後ろのミヤビーさんの姿も僕は真後ろで確認してます。はい。うん。他に右にいた人っているの？いなかった。O2 は見てないから、O2 だけは死んでたら確認できる。ザッチンさん完全に不明ってこと？そうです。でいいですか？はい。自分はメドベーで薬を回収した後、カフェテリア左上と右上も2つあったんで、それをやった後、O2 で、O2 の葉っぱやってるあたりでちょっと終わりました。ごめんなさい。次も一回します。はい、聞きたいことあるんです。うん。はあ、怖い。やだな、これ。ボタン押していいと思う。タスクが進んじゃうからね。ごめんなさい、ザッチキンさんに質問なんですけど、初手メッドベイ入ったってことですか？はい、初手メッドベイ入ってます。初手、私、トリナンさん、うん、私も入りました。4人ぐらいいたのは見ました。そんなに入ってます。いたと思うよ。あ、本当？あ、なるほど。あの、3往復ぐらいしたの覚えてるから俺、あそこサウオフ。その都度メッドベイが2人きりになるから、あ、誰か死ぬ、あ、誰か死ぬと思って俺2回ぐらい戻ってめちゃわかる。私の下なんですけど、私が上で、番号打つやつあるじゃないですか。あれやったら停電になったの でその前に3人リアクターの前の覚えしてるのを確認してるので、どさくさ紛れに殺したら やだなって誰かが思ったので、寄って谷の名前を確認しには行ってますっていう主張をしときます。っていうか、あの、うん、死体、まあ多分居場所と行動履歴の中で一人しか通ってない、まあ例えばスナパイだったりザチキンだったりっていうところが通った部屋のどこかに死体があると考えるのが自然だと思うから、まあ、うん、おそらくスナパイザチキンをローラーすれば一郎釣れるという感覚でいいんじゃないですか。僕はザチキンさんがアドミンズで殺したんじゃないかと思ってる。まあでも、あの1個前でスナパイが、ダツキンさんに投票するのを見て、うん、スナパイ違うのかなって思っちゃったな。あの、そこにいろっていう見方すら見えてたんだけど、わかるわかる。少なくともないなと思いました。スナパイ、ダツキンの行動がほぼ正しいと思っていて、行動履歴がね、うんうん、その場合、うんうん、エレクトリカルの奥で死んでいる八尾さんを殺せないのよ。そうだね、だからあのポンキルの方の話でそう思ったんだけどね。そうですね。なるほどね。はあはあはあ、なるほど。だから そこの中に一郎しかいないって見方になると、おそらくエビさんじゃない、八尾さんを殺したのはライキさんがちょっと黒いね。ライキさんっぽいよね。あのポンさんを見た人は全くいないという形ですかね。じゃあチキンライキのポンさんは覚えてないな。え、ってかライキさんとザチキンさんかスナパイさんくっつくやいいんじゃないって思ったけど、7人だと、はい、私がつけばいいってこと。あ、わかんない。まあどんなあれでもなんで、私がスナパイさんにつきます。するんだったら押しますボタン、頑張って。
あのポンガードみんな死んだってことになっちゃう。どうしてもな、そこじゃなかったら死んでるとこないもんな。まあでも見たっていう話はしなくてよかったな。よかったー。アップロードしよう。1、2。うわあ。はい、ザチキンさん、つってしまったんですな、パイスさんまでつって、あのポンさん殺しの方の一郎確実に落としていいかなと思いました。なるほど。あ、ごめん、ザチキンさん連れてたんだ、気づいてなかった。ザチキンさんに3票入って釣られちゃったから僕は。ああ、そうなんだ。もう一人スキップに入れてましたけど色まで覚えてないな。あ、私とテラゾさんスキップ入れてた。ああ、スキップに入れてた、ごめんなさい。ザチキンさんが釣れてるってこと認識できてなかった今。ザチキンさん3票スキップ2票で俺はスキップ入ってた。私チュア入れた、ザチキンさんに。で、私がスナッパーさんにつけばいいものだと思ってた話を勝手に誤認してて、うん、っていう話で終わったから、まあそれで、うん、スナパイ見張ってる人が一人いるんだったら、まあ、私の方が多分怪しいから現状。そう、個人的にはライクさんの方がすげえ怪しい。ザチキンさん言う、じゃあ別にスナパイさん、ザチキンさん分かんなかったから、じゃあ私を今釣ってもらったら別に構わんがって話になるけど、私目線でそこまで強気で言われるんだったら、うん、釣ったろって気になりますけど、いいか。じゃあ僕ライクさんの時は終わらないんで、どこまで言うんだったらライクさんの時は。待って、入れるんだ。ロラカン水じゃなくてライクさん釣りをやりたいってこと。やるならロラ冠水じゃないの？それなら私に誰かを釣るんだったら釣るわ。ごめんなさい、いいですか？私を釣るかスナパヤさんをするかみんなに任せますが、残った方に誰かが一人ついてほしいです。それなら。うん、それでいいよ。で、これのは、願うのであればミヤビーさんかトリナーさんかバーンさんがついてほしい。私目線はそこが白いから。僕は、ライフさん発想が逆でさ、あの白い人がついちゃダメなんですよ。そう、怪しい人がつけない。テラゾーさんがスナッパーさんつくのがベスト。はい。私は俺が怪しいと思われたのかもしれない。僕はライフさんに投票。スナッパーさんに投票します。じゃあ。僕あのポンさん殺しの容疑者だ。待って、何票入ってんの？投票だけはやだ。そうです、そうです、そういう話です。パイさんに入れてます。パイさんに入れてます。何票、何票？3、トリナンさんどっち入れたんだろう。スナパイさん入れました。じゃあ3、じゃあスナパイさんでお願いします。はい、というわけで、あのポンさん殺しの容疑者の話って僕されてたっけ？初めに私はラゾハに入れてます。 OK、なんとかうまくできないかな。でん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 、とりあえずね。まああれは任せましょうか。こっちから行こうか。さんは終わってんのかな。まだまだタスクあるから全然殺す気ないんだけど。どっち？矢印表示されてないんだけど。全然殺す気ないんだけど。終わったよタスク。もうボタン押しちゃったからな。
殺そうと思ったけど殺せんかった。ええ、どこ行ったの、ライキさん。ライキさん、ライキさん、全然ボタン押す必要ないんだけど。まあゆっくり時間使ってやりましょうか。どこ行くの。これ無理だな。あとは時間使わなきゃいけないから。あとはゆっくり。すまん、バンドレット天才だったわ。バンドレットさんですね。ミヤビさんでしょ。はい。オッケー。バンドレットさんが俺と一緒にアドミ見てたよね。見てたよ。オッズになって、はい、僕がアドミ行ってエレクトリカルに行った理由はエレクトリカルの位置がずっと動いてなかったからだね。わかりますよ。だからエレクトリカル動いてないのわかりますね。エレクトリカル2ですよ。テラゾーさんはメドベンにいましたよね。いや違います。エレクトリカルにいましたけど、あのね、エレクトリカルに僕とライキさんがいて、そこにバンドレットさんが入ってきて殺した。それが真実です。ミヤビーさんは僕がなんで虐待にいましたよねって言えたか理由わかりますよね。僕がアドミンを見てたからですね。なるほど。そしてアドミンを見て俺たちがどこにいるのか確認してこっちに来て殺しただけですよ。ミヤビーさんも見てたんですよ。寺戸さん、すいません。わかります。あなたがアドミンにいたことは全然白正面にはなりません。トリナンさんもアドミンで見てたんです。トリナンさんはエレクトリカルには入ってきてない。知ってるの見てるんです。トリナンさんが、それは知ってます。あなたがアドミンで見て2人エレクトリカルにいるのを確認してきて殺したんです。いや、トリナンさんも知ってるの見てるんです。あのね、俺は1周目俺のタスクはもう全部終わってるの。それで秋風さんじゃない、ライキさんのがタスクこなしてないと思ってダバダバ、あの俺が踊ってたらライキさんが自分のタスクを完了し始めてエレクトリカルに入って奥に行ったところでバンドレットさんが入ってきて殺した。それが真実です。僕はアドミンに向かう途中だったのでライキさんを置いて早く行こうと思ったらバンドレットさんがすれ違って奥にいたライキさんを殺した。そういうことです。いやいやいや、素晴らしい話だ。じゃあ寺蔵さん伝わろう。寺蔵さんは離れないと思うし、そんなことがあったら多分バンドレットさんを見に行くと思うんですよね。いや、もちろん見に行きましたよ。それでバンドレットさんが殺して、先に押された。そういうことです。ミヤビっても寺蔵なの、はい、俺、正直アドミンずっと見てて人が散ってるのは見てたけど、誰が犯人か。俺はエレクトリから2いたはずだよ。トリナン、そこでアドミン見てるんだったら分かるはず。寺蔵さんだって。そうなんだ。ああ、そうなっちゃうか。ごめんなさい。まあ、3なんで、タスク終われば勝てるんで、はい、はい、頑張ってください。くぅ、こうなっちゃうか。頑張りました。結構頑張りました。お疲れ様です。お手本のような、すごいな、はい。いや、でもそれ全然通るでしょ。俺はメッドベイに、行ったんですけど、まあちょっと、バンズさんがメッドベイとエレクトリカルにいちいちいたっていう情報が結構強かったですね。うん、でも俺の主張も全然間違ってないんで。分かってなくて、ずっとアドミン見ちゃってたから、うん、人の動きだけは見えてたんだけど、うん、誰がどこっていうのは分かってなかったから。そうだね、俺、うん、アドミン見てる人に話しかければよかったね。誰かアドミン見てないって言って、トリナンがアドミン見てるって言ったら、じゃあエレクトリカルに2いることは分かったよねっていう話をすればよかった。